日はお忙しい中ご臨席賜りまして誠にありがとうございます。ただいまより新型特急機動車2700系南風営業運転開始出発式を執り行わせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます高山康さんと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに本日の式典を華やかにお祝いいただくため高知市役所踊り子隊の皆さんによさこい演舞をご披露いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。Thank you.
の盛大な拍手をお願いいたします。それでは続きまして、主催者といたしまして、四国旅客鉄道株式会社代表取締役専務、西巻嗣広よりご挨拶申し上げます。西巻専務、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、JR 四国の西巻でございます。本日はですね、JR 西日本様からですね、荒田岡山支社長様、それから、半田岡山駅長様のご臨席を賜ってですね、誠にありがとうございます。JR 西日本様におかれましてはですね、2700系のですね、南風の今日からのですね、営業運転に際しましてですね、多大なご協力ご支援を賜っておりまして、この場をお借りしてですね、改めて御礼申し上げます。皆さんご承知のようにですね、岡山と高知を走っております。今は2000系の南風が走っておりまして、で、2000系の南風という車両はですね、世界で初めて、振り子式の機動車でございましてですね、車体を傾斜させてですね、カーブのですね、速度を向上させた車両であります。乗り心地も向上した車両でございましてですね、瀬戸大橋がですね、開通した翌年のですね、平成元年に、走り出しましてですね、30年間走り続けている車両でございます。今ですね、南風のご利用者数はですね、1日平均2700名のお客様にご利用させていただいておりまして、ね、今回ですね、その2000系の後継車両としてですね、今日の、まあ、ございます2700系をですね、作成してですね、本日、平成元年にですね、岡山駅にですね、乗り入れさせていただいております。2700系はですね、デザインコンセプトと申しますとですね、ネオジャポニズムですね、伝統と精神性を合わせ持ったというコンセプトで、設計しております。で、エステリアですね、外見を見ていただけると分かるんですけども、ディープレッドの流線ですね、金の縁取りをしておりましてですね、緑のラインは下ってステンレスの車両でございます。で、車内の方はですね、全席にコンセントがございます。それからですね、無料の Wi-Fi もですね、ご利用できるようになっておりますしですね、スーツケースなどもですね、大きなお荷物もですね、荷物置き場がございます。またですね、防犯カメラを設置しておりましてですね、利便性、安全性、快適性を改善した車両でございます。さらにですね、車内はですね、にはですね、車椅子のスペースもございますしですね、多機能トイレも設置して、バリアフリーの対応している車両でございます。今後ですね、数年かけましてですね、40両ほどですね、製作してですね、今の2000系を順次ですね、2700系に置き換える計画でございます。将来ですね、JR を代表する、JR 四国を代表するですね、車両になっていくと思っております。これからですね、高知方面にお出かけの際はですね、ぜひですね、南風をご利用いただいてですね、多くの方がですね、高知、岡山の放送を利用していただければというふうに思います。最後になりますが、今後ともですね、皆様のご協力をいただきながらですね、お客様にですね、安心して、喜んで、すげえなってですね、ご利用いただくようにですね、私ども安全、快適な輸送のサービスに努めてまいりたいと思います。今後ともですね、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。簡単ではございますけども、ご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。続きまして、本日ご臨席賜りましたご来賓を代表いたしまして、西日本旅客鉄道株式会社執行役員岡山社長、有田康弘様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。有田様、よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました JR 西日本岡山社の有田と申します。本日は、JR 四国様の新しい、特急、2700系南風号が初めて岡山に乗り入れとなりました。これまでアンパンマン列車など多くの特急列車がこの岡山から四国の各方面に向かって、走り続けております。本当におめでとうございますというのもありますけれども、新しい車両が加わり本当に大歓迎でございます。先ほどはよさこい演舞がございまして、この5番乗り場が四国高知になったような感じがいたしました。先ほど、石巻専務の方から、高知に越しの際は2700系でということがありましたけど、 JR 四国様ではさらにその高知から、交換方面、四万太郎方面に向かって西方面に向かって新しい観光列車が来年デビューすると、聞いております。ぜひともこの新しい新型の特急観光列車とともに四国の、高知をはじめとする観光地を訪れていただければなというふうに思っています。昨年瀬戸大橋30周年を迎えております。今後とも JR 四国様と連携を取りながら、皆さんに、四国の旅を楽しんでいただけるよう、見送りの立場としては多くのお客様に、ご利用いただきたいと思っております。今後とも、よろしくお願いいたします。本日はおめでとうございます。それではここでお時間の関係でご挨拶を頂戴できませんでしたご来賓をご紹介申し上げます。西日本旅客鉄道株式会社岡山駅長半田光彦様でございます。ご来賓の皆様、本日はお忙しい中ご臨席賜りまして誠にありがとうございます。謹んで御礼申し上げます。続きまして新型特急機動車2700系南風営業運転監視を記念いたしましてテープカットを取り行わせていただきます。お名前をお呼びいたしますので恐れ入りますが係員の案内で所定の位置へお進みください。西日本旅客鉄道株式会社執行役員岡山支社長有田康弘様、西日本旅客鉄道株式会社岡山駅長半田光彦様、四国旅客鉄道株式会社代表取締役専務西巻光弘から発車します。以上の皆様です。皆様ご準備をよろしくお願いいたします。皆様ご準備の方はよろしいでしょうか。私の合図で皆様一斉にお願いいたします。それではまずテープをお持ちになってハサミをリボンに添えてお待ちください。ここで写真撮影のお時間を少し設けたいと思います。報道関係者の皆様、カメラをお持ちの皆様、どうぞお写真などご撮影ください。それではただいまよりテープカットを取り行います。私がどうぞと申し上げましたらテープにハサミを入れください。それでは新型